カールスタード大聖堂カールスタードは、スウェーデンベルムランド地方ベルムランド県の県と、人口約8万6千人。市街は、スウェーデン一の大湖ベーネルン湖北岸の、デルタ地帯にある島、小島の上に建設された。エレションオブカールシュタット、エスロードネットワーク、イッツカテドラル、ザガバナー、エスレジデンスカールスタードの広大な小島の上には、中世に、ティングバラと呼ばれた。 相談所があった。そのルーツは、紀元1000年以前のバイキング時代からだと言われている。1584年3月5日に、カール港により、都市としての地位が与えられた。カールスタードとは、カールの都市という意味である。カールは、自身の住居となる、クングスゴルデンを建設した。1724年から1730年にかけ、大聖堂が建設された。グスタフ4世。 アドルフの治世末期である1809年、カールスタードでクーデターが起こった。ベルムランド中流の西部軍の一部がカールスタードを占領し、革命を宣言。これが首都に波及し、グスタフ4世アドルフは廃位されることになる。カールスタードはいくたびか大化に見舞われている。最後の大化は1865年7月2日に起き、 一つの教会と数軒の家以外はすべて消失した。これを教訓として、チェック模様のように市街は再建設され、拡張された道路は樹木で囲まれている。ギムナジウムが市内に数校あり、ベルムランド地方の学生たちは、ギムナジウム進学のためカールスタードへやってくる。ありがとうございます。